します。Do you?ろうそくないですけど、お誕生日おめでとうございます。イエーイ、おめでとう、おめでとう、イエーイ、うちゃん、ゆうこ、二十歳になった、ゆうかへ、いや、そこに3つけろよ、3へ、いや、かきながら泣いちゃったもんもう今も泣けるいくよ、8月5日、やっと二十歳になったね。はい濡れる濡れる、明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます。ゆうかと出会ってもう8年になるのかな、幼稚園入れると11年ですかね、はい、ゆうかが生まれてきた半分は一緒にいたって考えるとなんかすごいんだなって思いますよ、はい、その8年間と11年間はあっという間すぎてびっくりしました。いつも2人で話すけど、その時大喧嘩した時からなんかずっと仲良くて、中二の欄がなかったらここまで仲良くなったかなって思います。ゆうかの強がりで負けず嫌いなところが光ったのかもしれないですね。ゆうかが中学の時うるさいなゆいに話しかけてきてくれて、体操部入って練習に出れないゆいを叱ってくれて、一緒に大会前とかは意識高め合って、お互いができなかった技ができるようになった時は一緒に喜んだり、今まで喜んだ回数、ゆうかといたね、喜んだ回数がね一番多かったなって思いますよ、はい、悩む時は一緒に悩んで、だらしないゆうを気を使わずにどんどん叱ってくれて、こんな友達もうできないと思うくらい友達ですゆうかとやりたいことたくさんあるよ、とりあえず成人式、それから海外旅行、それからね、結婚後とかの話とかさ、いっぺんにじゃなくていいから一つずつ夢叶えていこうね本当に本当に大好きなゆうか、こんな適当人間でいいだけど、何か気づいたらどんどん叱っていいし、どんどん褒めていいんだからねゆうか、はい、ゆうに出会ってくれてありがとう。はい、どうございます、友達になってくれてありがとう。ありがとうございます、仲良くしていてありがとう。ありがとうございます、たくさんのありがとうと一緒にこの言葉を送りますお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとう、わかりましたかったな、うん、ビビった。この前さ、卒業式の時にゆうやからさ手紙が出てきたんだよ、掃除してて、読み返して一人泣いてよね。泣いたこのさ、消さないところ友達変わんない、変わんない、大きくなったね、ゆうかも、うん、なった、横に鼻水も拭きな。高校がさ、別れただけでもさ、まあまあ不安だったわけじゃないですか、お互い。で、ゆうかがさ、新しい友達できた、ゆいはさ、やきもち焼いてさ、ね、で、ゆうかのゆいにさ、新しい友達できた、焼いてたわけじゃん。あれ、可能ではない。ね、ほんとだよな。ありがとう、ゆいちゃん。ありがとう、ゆうか。愛してる、ゆいちゃん。危ない、今、チャイスそうになった。このまま食べよっか。そうだね。せーの、いただきます。いただきます。どうぞ。理系の女子が言う、二十歳の目標を。3、2、1、稼ぎます、笑います、楽しみます、以上、ゆうちゃん、I love you! I love you! バイバイ。